にちは、和田です。今回なんですけど、今回は前回、割と好評だった岩見さんとのフリートークの第2弾という感じで、はいはい、本当に適当にね、今何も話題決めてないので、はい、適当に喋っていこうかなと思います、はい、ただここにいるだけっていう、はい、とりあえずカメラ回したところって感じですね、はいはい。まあ、岩見さんとこうやって撮影するのは、まあ、僕のジレンマ以来、あの時にフリートークを、まあ、おまけで撮ったそうですような感じだったんですけど、はい、実は、まあ、宮城公園ってあの、うん、全国ツアーのセカンドツアーです、ね、はい、セカンドツアーで、はい、まあ、一緒だったんですよね、はい、初日が、はいはい、でその後打ち上げも行ったりして、はい、すごい楽しかったです、ね、いやめちゃくちゃ良かったですよね。なんか単純になんかその地方でそのなんか一緒にこうやってね、その YouTube がきっかけでつながった人となんか一緒に遊ぶみたいな、はい、なかなかねない経験だったんで、そう普通に楽しかったですね。それこそあのこの前動画出られてたショートさんも一緒で、そうですね、はい、もうめちゃくちゃ最高でしたね。あのあと2日目に丸ノリで撮った厄介なダンサーあ、そうです、ね、オタクシリーズとかに、はい、TikTok にねちょっと今ちょっとずつ上げてるんで、はい、まあ、よかったら見てほしいですね、はい、黒歴史です、うん、でもあれ厄介なオタクと言いつつあれさすがに誇張してるけど、はい、割と僕ら踊ってますもんね。踊ってます。小さいですよ、もちろん周りには気使ってるけど、はい、そうそう、あれはまあ実際に意外とやってることではさすがにね、さすがにこういう感じで踊らないですけど、まあ、こんぐらいだったらこんぐらいはやったっすね。てってれって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 。でも俺もあれっす、なんかリサの卒コン行った時に、はいはい、割とだから二人セゾンとか、はい、振り覚えてるお客さん、お客さんっていうかファンの人いて、結構踊ってましたね。そうっすよね。上がるぐらい。え、岩見さんも踊ってた？俺はもう振り覚えた。振り入れがちょっとまだだった。振り入れまだ振り入れしてないんで。振り入れ入れましょう。一回やりましょう。振り入れちょっと、なんかまだ、そうだから。でも、なんかあの、踊る回あってもいいですよね。見たい回もあるじゃないですか。なるほどね。特になんかツアーの初日、はいはい、初日というか、まあ、一番最初の初日は行けなかったんで、はい、僕たちが参加する最初の広島公演に関しては、踊るというより見たかったんで、なんかずっとこう、双眼鏡でね、ゆいくん追っかけるみたいな。うん、あと、席にもよりますよね。あ、確かに。ちょっと横、広いとかだと、やっぱりね、動けちゃうんで。あの、ケアフェスの、やはり最高でしたね。初日がマジで最高でしたね。前の通路、めっちゃ空いてたんですよ。うん、だから、2メートルぐらい空いてたから、ね。はい、2メートルぐらい空いてたから、全然前で踊る。バリバリ踊ってましたね。うん、でも何も見えないんですよ、メンバー。確かに。ダンサーエリアとか設けた方がいいんじゃないですか。確かに。全然見えないけど、注釈付きじゃなくて、ここならもう踊っていいよみたいな。マザーズケースでバトル始まる。確かに、やばい。確かにな。じゃあマザーズケースでバトル始まるいいな。一回やりたいな、それ。なんか EDM 系のフェスみたいなノリになってましたね、一瞬。いや、ほんとそうだね。そうですね。だからもう、うん、そういうのもあり。ほんとね、今回のツアー、割とほんとメンバーも煽ってるんでね、うん、もっとなんかガンガンね、行ってほしいですよ、みんな。確かに。もちろん、周りには迷惑かけないレベルで。まあ、再現部振るだけで、まあ、前の動画でも、なんか持ち物動画かなんかで、だと思うんですけど、そうですね。まあ、本当に、振るだけでも全然、なんかこのメンバーからの見え方。踊ってるメンバーからの見え方が全然違うので、楽しいっすもんね。絶対あっちからしても、あっちからしてくれてんなみたいな、はい、やっぱレッスンあるなって全然違うはずなんで、うん、そこはね、うん、まあやった方がやれる人はい、ちょっと話変わっちゃうんですけど、はい、実は2人に聞きたいことがあって急になんか、まあ、2人とは、まあ、長い付き合いでもないですけど、うん、まあ、それなりに喋ってはいるんですが、そうですね、あの自分はね、あの桜坂になってからファンになったみたいな話はしたんですが、うんうんうん、お二人がいつから欅坂を好きになったのかとか、はい、うん、きっかけとかって実は聞いたことなかったなと思って、確かに前の動画でも触れたりはしてなかったです、うん、そうですよ、だから実際そこら辺二人に関しては全然知らないかなと思って、うん、ちょっと聞いてみようかなと思って、はい、二人違うタイミングで好きになったんですか、そもそも、そもそもは僕スタートですね。あ、そうです、はいはいはい、なので多分僕の、あの、歴史をたどって、多分そこに入ってく感じがちょうどいいのかなと思うんですけど。確かに。そう。僕は、なんかたまたまその友達かなんかの家で見た、坂道 AKB の誰を一番愛してるか、あるから、あれって平手友梨奈がセンターで、いろんなね、坂道と AKB とごちゃ混ぜのユニットみたいな、うん、今はもうやめちゃったんですけど、はいはいはい、結構あれの平手友梨奈を見て、なんか、うん、やべえな、こいつみたいな。あれ、そのタイミングなんですね。そうそうそう、いや、なんか、いや、逆に今、自分も、それ、隠しの情報。そうなんですそう、なんかであれを見て、なんかの番組か、まあ、MV じゃなかったと思うので、番組かなんかの披露があって、はい、それを見て、なんかこの真ん中のこう、ほんとすごいね、みたいな、はい、
なんかあの時のなんかエヴァンゲリオン感あるじゃないですか、あの振り付けというか、はいはいはい、いやそれあれがなんか本当にこの子すごいなって思って、もともと高校生とかの時に AKB ちょっとだけ好きで、うんうん、で僕めっちゃ田舎だったんで、なんかそのいわゆるライブに行くとか、はい、その握手会行くとかって経験ほぼほぼなかったんですけど、うん、だからその AKB 知ってる人もいるし、なんかそのいわゆる坂道、その乃木坂とか有名だったんで、まあ、名前は知ってるじゃないですか、うん、っていう子たちがごちゃ混ぜの中、知らない子が真ん中で、うん、あの目立ち方してるっていうのを見て、なんだこいつはって思ったところがきっかけで、トップ入ったっすね。そう、そこからその、いわゆるだから、ケアかけとかを追って見るようになって、はいはい、徐々にもうすぐ、トップリンで感じがきっかけでしたね、最初は、うんうん。じゃああの時にもうすでに出てたんですね、坂道 AKB。そうそうですね。出てて、だからその後の、シングルが多分不協和音かな、だからセゾン時期くらいだと思うんですよ、多分。そうですね、多分自分そのぐらいだった気がします。なんかあれですよね、なんかの温泉かなんか行った時に曲、多分 BGM でかけたかなんかで、で、なんかこれ何みたいのになって、最初にそれでまず欅坂っていう存在してたんですよ、はいはいはい、で、そこでがっつり見始めたわけじゃないんですけど、そこでまあ欅坂っていうもの、単語はもう頭に入ったんですよ。で、あれ何の時だったか忘れたんですけど、テレビで、はいはいはい、フォースで、不協和音を表題としてやってるのに、うん、いきなりエキセントリックやった回があるんですよ、テレビ放送で。あー、で、それ、普通にテレビ、歌番組見てた時に、エキセントリック流れたんですよ。で、それ見た瞬間に、なんかブレイクダンスを初めて知ったぐらいの衝撃度があって、なんか、え、何これみたいな。それはガニ股のやつだね。あ、そうです、そうです。なんか、アイドルとかじゃなく、なんか、愚直に表現に対して、こんななんか攻めた姿勢の女性グループが存在するんだっていうのでなんかもうその日からですねあかもうその日からエキセントリック そのテレビ放送のやつを見てからなんかめっちゃ見るようになって、そこからもう多分ケアかけとかも毎週見て、そしたらもう完全にハマって、でその辺からメンバー覚え始めた段階で、いやゆいぽん可愛いなってなった感じですね、流れとしては。そっか、エキセントリック、まあ、きっかけ、ね、自分はそうです、まあ、でもエキセントリックはいい曲ですからね。でもなんかあのテレビ番組の時って確かなんかめちゃくちゃ賛否分かれてて、まあ、それこそ欅ってそういうグループだったじゃないですか、その、うん、最初の最魔女からなんかその何かを模してるんじゃないかとか、いろんななんか憶測とかでなんか、まあ、いわゆる簡単に言うと炎上商法みたいな感じの盛り上げ方をしてた中で、やっぱりエキセントリックをあそこでやるとなんかこんなわけわかんないダンスをさせるなんかグループがなんか変な方向で、うん、アンチもやっぱ多かったです。確かに。でもあれってなんか僕らみたいなダンスをめっちゃやってて、うん、なんかそのいろいろ表現とかを見てる人間からするとやっぱ刺さったんですよね、うん、これやるんだみたいな、なんか愚直にそこまで攻めるんだっていう姿勢が逆にかっこよかったですね、うん、なるほどな。きっかけはほんとそこですね、だから僕らのそこからは多分ほぼほぼライブとかもで、それであれですね、欅共和国の一番最初の2017に一緒に行ったのが多分、うんうん、さっき欅坂のライブの一番最初に行ったのは初めてって感じですね。じゃあライブ歴でいうとだいぶ長いですね、行き始めて。そうですね、もう5年も何年ですか。いや2017か、その夏だからもう5年ぐらい、うん、それこそあれやってませんでしたっけ、坂道 AKB の曲やってたんですよね。それが本当に、いやマジでやばかった。本物よりも欅坂がやるあの坂道 AKB の楽曲の方が良くて、それがやっぱり一番食らいますね。確かに。だからこのやっぱこのグループなんだなってあの時めちゃくちゃなんか再認識したのを覚えます、ね、なんかライブ見てゾワゾワゾワってしたのがなんか感覚として結構初めてみたいな、やばみたいな、あれやばかったですね。なんか自分からするとこういう話聞くとなんか日本史日本史みたいな話みたいなああそういう時代があったんだなみたいな感じしますね。なんかまたあれですよね、ダンスやってるから余計に見え方また多分違いますよね。ダンスやってなくて普通に多分あの攻めた表現をはめっちゃかっこいいと思う人もいれば、うん、なんかやってるからこそなんかそこまで振り切って、うんうんうん、なんすかね、全部そんななんか羞恥心みたいなのを金繰り捨てて、なんかあそこまで攻めれる姿勢みたいなのが本当になんかかっこよかったですね。結局なんかアイドルっていうイメージってやっぱりその、まあ、顔をね取り上げて可愛いとか、うん、その振り付けが可愛くてとか、まあ本当ザ・乃木坂みたいなイメージだと、うん、昔の AKB みたいな、うん、やっぱりイメージが先行してるからこそ、なんかそれはもういいかなって僕は思ってたんですよ最初、うん、AKB 好きだったっていう時代があったんで、はいはいはい、だから割とそんなになんか刺さるものなかったので、やっぱそこでねこの欅坂っていうかっこいいっていうベクトルで来られると、はいはいはい、ちょっとやられたなってなったっすね、まんまと、うん、じゃあなんかそれぞれで言うと自分も結構共感する部分があって、うん、
なんかはっきりとは話したことないけど、まあ、お二人に話したことあるんですが、自分はまあ桜坂が好きになったきっかけがあれなんですよ、あの僕たちの嘘と真実っていうドキュメンタリーあるじゃないですか。俺は優れたドキュメンタリー映画があるっていうあの話を噂を聞いてなるほどと思って、そのドキュメンタリーを見て、普通の人だったらちょっと引いちゃうのかもしれないけど、入りがまずそこだったんですよね。ドラマというか、いろいろな人間ドラマがあるんだなみたいなところから入ったから、なんだろうな、最初からその否定してるわけじゃないですけど、なんかこの人が可愛いみたいな入り方じゃなかったから、なんかある程度そのいろんな話題についていけるし、うん、逆にここで の根本にある考え方みたいなのが、はい、合ってるというか、似てるなっていうのはちょっと思いましたね。表現とか、なんか生き様、なんかその姿勢ですよね。あれ自体がコンテンツとして面白かったですよね、うん、確かに、うん、そういう意味ではなんか俺の中でやっぱ僕のジレンマはすごく刺さったんですけど、はいはい、あれってそこのちょっと延長、まあ、かなりオブラートに包まれていますけど、うん、そういう人間ドラマ的な側面がなんか強かったので、うん、はい、うん、っていうのはありますね。確かに。あ、じゃあもうちょっと深いところ、深いところっていうか詳しく聞きたいんですけど、はい、あのヒロさんはね、もう推しはもうその頃から、はい、一応聞きましょうか。あ、ユーポン、はい、ユーポン、小林さんは推しだったっていうのはもう、もう分かりました。小林ユーさんです。小林ユーさんがまあ好きだっていうのを分かってるんですけど、はい、翼さん最初俺が、まあ、いわゆるこのチャンネル視聴者だった時に、はい、この人は誰推しなのかっていうのが分からなかったんですよ、うん、まあ、最近はかりんちゃんって言ってますけど、そのなんかあるんですか、誰推し。そうですよね。その結局なんか欅坂っていうパッケージが好きだったんで、はいはい、本当にあのグループのなんかもちろんその真ん中にいる平手友梨奈が良かったんですけど、でもそれをなんていうのかな、作り上げてる全体も好きだったんで、うん、だから結構ずっと箱推しで、あ、なるほど、だから割とその誰が好きっていう概念あんまりないまま応援して、それこそその最初行ったライブ欅共和国とかは一応平手友梨奈のタオルを持っては行ったんですけど、うん、でもそういう意味ではやっぱり欅坂があの時好きだった人って平手友梨奈推しだった人が多いんじゃないかなって思うんですけど、うん、でも平手友梨奈推しだったっていう感じでもないじゃないですか、いろいろ喋ってて、多分確かにそんなになんかテチテチ言ってたわけでも多分だけど、本当欅坂っていうのが好きで、でそれがちょっとその桜になってもそんなに変わらなかったんですよ。桜坂っていうパッケージが好きだったんで、でそれでちょっといろいろね見ていくうちで、ちょっと最近はそのかりんちゃんが気になっているっていうのはあるんですけど、はい、でもそれもなんかね、すごい深い話をするんだったら最終的にその最初にいた平手友梨奈の影を追ってるんじゃないかっていうのはちょっとありますよね。なるほど、ね、重たげというか、そうだから表現のアプローチの仕方っていう意味で、ああ、なるほど、ね、だからすごい顔がめちゃくちゃタイプでとかそういう範囲でこの人が推しって正直なってないですね。あ、ちなみにかりんちゃんのスペイベ行ったじゃないですか、はいはいはい、あれは要はかりんちゃんに応募したんですか。それともかりんちゃんに応募したんですか。その頃にはもうその影じゃないですけど、うんうん、ちょっと気になってはいたみたいな感じで。なんなんですかね、でも結局迷ってはいましたよ、ね、そうですよ、結構迷ってて、そのルンちゃん行くかテンちゃん行くか、まあ、それこそのごいわゆる御三家みたいな部分で、本当になんか結局桜坂っていうパッケージが好きっていうのがそのパッケージになってる人たちもやっぱり好きなんで、うんうんうん、より好きなんで、はい、だからその辺でとりあえず応募しようかみたいな感じのラインで、でもなんか一番目の前で見てテンション上がるの誰なんだろうって考えた時に、かりんちゃんってどんな感じなんだろうなっていう、なんか知りたいなっていう部分もあって、かりんちゃんに応募したら当たったって感じで、実際行ったら、ね、まあ、ちょっと絡みが生まれて、そうですね、どんな贅沢な、いやちょっと話戻すんですけど、はい、今かりんちゃん推しっていう話と、かりんちゃんがなぜ好きかって話も聞けたんですけど、はい、あれヒロさんはユイポンの何が好きなんですか。何がっていうとあれですけど、どういうきっかけで好きになったみたいなあったりするんですか。明確に、あー、普通に見た目です。まあまあそうですよね。あの入りはなるほど。最初そのエキセントリック見た時には、はい、ユイポンどこってなってないわけですか。エキセントリックはもう普通にその全体を見てヤバいっていうのがあったんで、まずメンバーをまず認識してないです。あの手違いは全然認識できてない状態で、でその後に見てた中で普通に自分のタイプの子がユイポンだったっていう、なんかなるほどなるほど、本当にドンピシャでユイポンだったっていう。でその後はユイポンがこうガラス割れをアンダーブセンターズミンでやったりとか、うん、してるのとか見てより好きになりましたけど、入り口はもうシンプルです。なんかそれちょっとごめんなさい、話しておりますけど拾うんですけど、はい、今泉ユイとダブルセンターで、はい、ガラス割れがやった時代があるみたいな、
はい、でもサプライズですよね。やばいっすよね、それね。それ現地で見てて、うん、テレビでもやりましたよね。テレビでもやってましたね、うん、1回え、テレビでもやったっていうのは、テレビでもその平手友梨奈不在で番組の収録 で M ステ変わりってなんか1回とかだよね、うん、確か本当に多分運用回数はめっちゃ少ない。で、あの時のなんか本当になんていう、何でもありかというか、 あったよね、なんか確かに。で、なんかそのアニラでユッカーも不協和音とかもやってて、 そうだね、あそこで欅坂のね、なんかまたこうまた違う方向性というか、うんうんうん、またすごい可能性がね広がった変革のまた年みたいな感じだったりします。でもそういう意味ではね、今回のちょっと時系列どうするのか分かんないですけど、うん、まあ、東京ドーム、はい、まあ、あり、ここ完全に今どうなるか分からない状態じゃないですか、うん、本当に何が起きるか分からないみたいな、うん、この動画がいつ公開されてるか分かんないんですけど、はい、いやだからすごく興味深いですよね、うん、何が起きてもおかしくないみたいな、うん、何も起きないかもしれないし、ね、全然ツアーと全く同じ瀬戸際で終わる可能性もありますからね、実は。確かに何だったんだフュージョン。確かに、まあこの楽曲に対してのフュージョンだったかもしれないしっていうのもありますし、ね、うんうん、その今はまあね、まあ、それでもね、まあいいですけどね、まあ何もなかったんだよっていう歴史が残りますから、ね、ある時なんかあると思ったんだけどさ、それに乗りたいみたいなのがありますね、はい、大丈夫。じゃあまたちょっと話戻っちゃうんですけど、はい、まあかりんちゃん、ゆうぽんが推しめじゃないですか、やみ、うん、さん、ゆうぽんとあとるんちゃんが推しめみたいに、うん、まあ、そうなったじゃないですか。そんな都合のいいことを言うんですよね。で、実際、岩見さんは、うん、なんかその、まあ、理由とか含めて、うん、なんかどんな感じなんですか、今。あで、なんか、ゆいぽんは、はい、厄介なオタクみたいなこと言うと、あの、なんか、推しっていうよりは、はい、なんか、やっぱり、桜坂を好きになったきっかけっていうか、はいはいはい、欅坂と桜坂のコンテンツを好きになったきっかけだから、はい、ちょっと特別な感じなんですよ。あ推しで頑張れ、みたいなことではなくて、なんなら俺にとってはアイドルを好きになったきっかけだから、あ、そういう意味では僕の中の平手友梨奈みたいな、あ、まあ、そうなので、なんか応援するみたいな、顔が好きとか、もちろん顔も好きだけど、なんかそういう感じは、そういう応援はもうヒロさんに任せようかなって、じゃあ思いせよってこと、そう、もう俺の分まで応援してくださいよ、まっすぐな流行推しはね、ヒロさんが担当するじゃあ突き進んでいきます。俺も、まあ、そのピンチになった時は応援します。あ、なるほど。だからそこだけじゃんみたいな。あんまりこういうこと言うのもあれなんですけど、だから卒業しますとか言われたら、はい、多分一番いろいろ動揺するのはやっぱりユイポンなんですよ、ね、はいはい、だから純粋に推しメンタオル持ってとか、うん、ペンライトその推しメンカラーにしてとかになると、はい、基本的にはルンちゃんで、あ、ルンちゃんにやってます。あ、ルンちゃんにやってます。結構たまにユイポン推しの岩見さんとか言われて、はいはいはい、まあ、間違ってはないんだけど、はい、なんかそう言われた中でドーム行った時にね、ルンちゃんのおしめタオルとか持ってると、え、え、え、おしめしたみたいな言われるとちょっと怖いから、じゃあここで釈明、そう、ここで、あの、通常営業はルンちゃんに、なるほど。でもちょうどみんな被ってないですもんね。そうだね。この間の宮城公園の翔太くんは、まあ、ほのちゃん推し、だから綺麗に分かれてるから、そうそう、ちょうどなんかこう揃えていたですね、おしめそれは全員揃うみたいな。マスターアベンジャーズみたいにしたいですね。でも、あの、この前ちょっとチラッと言及してもらいましたけど、自分の友人がね、主計推しだと、竹本推しだっていうのもあるし、はい、まあなんか自分の知り合いにも何人かいるので、うん、こんだけばらけてるってのもすごい話だよな、当たり前だけど、うんうんうん。みんなそれぞれのね、魅力だったりとか、好きなポイントだったりとかね、うん、はい、やっぱね、刺さる部分が全然違うと思うんだよね。うん、聞いていきたいですけどね。いや、そうなんですよ、ね。そういう回もあってもいいかもしれない。うん、ゲストで、なんかその、誰推し募集して、こうやって撮るみたいな、面白いですね、絶対。なんか出てもいいよ、みたいな。それで言うと、ちょっと一個じゃあ言っていいですか。あ、ルンちゃん推しの、まあ、ユーポンの推しに関してはもう、誰かねとかいろいろあったんで、言うまでもないんですけど、はい、ルンちゃん推しの理由は、はい、まあ、顔が好きっていうのもまああるんですけど、はい、その顔が好きっていうのも、あんなカメラで抜かれた時に、これ雰囲気出せるのは、一番桜坂の中でも俺はルンちゃんだと思ってるんですよ。はい、やっぱきっかけが、なんか、まあ、デッドエンドですよね。うん、デッドエンドあれ見たとき、もう大変なことが起きてるって。なんだこれ。大変なことが起きてる、これはみたいな。あんな顔できるかみたいな。いや、ほんとそうっすよね。うん、無理してる感がもうないって。いや、そうっすよね。うん、
ルンちゃんほんとね、それこそ紹介動画とかでも言ってるけど、振り幅が全部なんか嫌じゃないじゃないですか。はいはい、いいとこで全部こなせるっていうのが、はい、マジで器用っすね。ザ・アイドルもやってのっけれるし、そういうデッドエンドみたいな、こう、シビアな表現みたいな、よりセンシティブな表現をするのもこなせるみたいな。しかもなんかそれが、なんすかね、結構本人的にはなんかさらっとやってる感じがあるから余計にそのギャップみたいなのが。そうなんですよね。まあ、さらっとやってるかもしれないんですけど、うん、一応俺がルンちゃん気になった理由が、そのやっぱり俺ドラマが好きなんで、はい、そういった意味では、最初に桜坂になった時に、まあ、誰がセンターやるんだってなって、はい、ルンちゃんになったわけですけど、まあ、それってやっぱ大変だと思うんですよ、うん、はい。で、知ってる人もいるかもしれないんですけど、なんだったかな、ノバボかなんかの特典映像かなんかで、はいはい、リサと二人で喋ってる。テントみたいなところ。そうそうそう。あの時って俺あんまりメンバー認識してなかったんですけど、結構今でも心に残ってるのはあの二人の会話で、うん、だから気になってる人見てほしいんですけど、あれ結構あれですよ、ね、今でも、うん、ルンちゃんのなんかルンちゃんでニコニコしててね、うん、ゲラだとか言われてるけど、結構あそこって本音というか、ちょっと人間出したら出てますよね、うん、だからあれ結構初期に見て、うん、やっぱりその頑張ってんだなと思うし、より桜坂っていうのもこれからまたドラマが続くんだなって興味を持ったきっかけでもあるからって思いました。いや確かにあれマジでいいんですよね。ぜひね、あれ見てない人は見てほしいですね、うん、あそこぐらいじゃないかなと思うんですよね、ルンちゃんがああいうことを話してたのは、うん、だいたいなんか表に出るときはそつなくこなすイメージですけど、うん、あの時は本当に素でリサ先輩に対して本音を打ち明けるルンちゃんみたいな構図ですよね、うんうん、ぜひ見てほしいですね、はい宣伝になりました結構ありますよね、シンクルの特典映像とかに、うん、なんかそのメンバーの多分本質の部分みたいなのがさらっと乗ってるみたいなのって、うん、いやありますよ、ね、あれはね全部見た方がいいですよね、ちゃんとね、ルンちゃん推しの方は特にちゃんとそうだしイーポンがね出てる、イーポンがなんかお茶作りに行くやつありますよね、お茶じゃねえ、コーヒーかなんかラテアートして、あ、ラテアートあったっすねあれ割と好きそれ最初のやつでしたっけ、いやあれはあれですね、何だったの、なんかのやつですね、流れ玉とか多分もっと最近ですよ、うん、でもあれすごく復帰、あ、じゃ休業前で、はい、あ、流れ玉のやつですね、あの、ゆっくん休む前でやっぱみーちゃんとゾノ、はいはいはい、で、なんか割とゆっくんと関係性あるのかなと思ってる、はいはい、3人で行くっていうのがすごい良かった、うん、あれなんか他のメンバーもすごい良かったですよね、てんちゃん、かりんちゃん、えんぴかで、あれは、あたみ、あの3人の良かったって最高でしたね、なんかあのガラスのなんかキャンドルみたいなの作りに行くとか、最後浴衣でね温泉行ったやつですよね、うん、とかなんか面白かったですよね、ああいうのはやってほしいですよね、うん、ロケ、うん、ロケってないですよね、あんまり、確かにメンバーがカメラ回すみたいなね、うん、やつ欲しいですよね今回は桜坂について、はい、まあ、フリートークということで、はい、本当になんか時系列とかも関係なく、そうですね、はい、宮城公園に行ったところから本当になんか好きなきっかけとか、ね、うん、いろいろちょっと、まあ、話したんですけどいいっすね、フリートーク、そうですね、まあ、本当に僕らただそば好きなこと喋ってるだけですけど、そうですね永遠にできちゃいました、こんなの一生できますよね何もね、計画もなく、うん、そうですね、あれ、まあ、あれですね、さっきの話の中で一つ誤解してほしくないのは、なんかそのあれですね、かりんちゃん好きなんですけど、そのかりんちゃんの好きになったきっかけが平手友梨奈であるってわけではないですからね、まあ、あくまできっかけがそこで、はい、そこからのそのパフォーマンス、かりんちゃんとしてのパフォーマンスが良くて刺さってるんで、確かに、うん、全て影を追ってるわけではないので、はい、だからそれまるでなんかその平手友梨奈が好きやってみたいなちょっと思い返した時に思ったので、確かに大丈夫です、いや、それ喋ってる時の注釈に入れたね、違います、だからあくまで今はかりんちゃんのパフォーマンスっていうものに惹かれて推してるっていうのが、ね、そうですね、はい、訂正しておきたいなと思いました、しかも普段喋ってる時も別にペチトとかって言ってないですもんね、かりんちゃんのってなってるんで、そこはね誤解しないように、はい、お願いします、はい、いや、なんかこんな風に自分がフリートークが入るときはなんかより2人のね、うんうん、ことを掘り下げていく、うんうん、まあ、自分も元一応そのゴースヒルの視聴者だったので外側から2人どういう人なのかっていうのを知りたい人もいるかもしれないじゃないですか、だからまあ自分がこういうフリートークに入るときはなんか質問とかね、うんうん、していって、どういう経緯で好きだったのかなとか聞いていきたいなと思ってます、確かに、僕らの中では当たり前のことが外からじゃ分かんないですもんね、はい、うん、それこそね、さっきあのなんか見てくれてる方が本当になんか好きなのか、その、はい、あの桜坂とか本当にアイドルオタクなのかって、ですね、っていうのを思ってるなんか方もいらっしゃったみたいな、いやいや、そんなことないよみたいな、めちゃくちゃ
好きだからみたいな仕事スペース見せたいです、うん、前にどんだけユイポンいるんだでも この距離で見てると分かるんですけど、なんかやっぱりヒロさんユイポンの話するとき瞬き減りますからねちょっと目バキるんですよね好きなものについて喋るとき目バキるんですよ、ちょっと怖いですね怖いね注射器入れといてちゃんと仲間だよとちゃんとファンのファンだよ俺らもみたいなところを教えてもらえればなと、それを引き出していく役割をしますありがとうございますまあこんな感じでまたなんか機会あればね、フリートークまあいつでも撮れるんで、はい、まあ、それこそ多分そのライブレポとかは多分次撮ると思うんですけど、うん、その時もね時間余ったら撮りたいなと思うんで、はい、まあ、逆になんかこういう話してほしいなとかあればコメントいただけたらなと思います、うん、はい、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。